SCP-942-JP。 アイテム番号、SCP-942-JP。 オブジェクトクラス、ユークリッド・ニュートラライズド。特別収容プロトコル、SCP-942-JP は常時財団艦船により監視されなくてはなりません。基本的に財団艦船以外の船舶が SCP-942-JP に接近することは許されません。また、特に SCP-942-JP を中心とした半径 12km の範囲に、第二次世界大戦当時の連合国及びその後継国家の保有する艦船や施設等位置が入ることのないようにしてください。また、SCP-942-JP の監視にあたる財団職員及び艦船においても第二次世界大戦当時の連合国及びその後継国家の国籍のものは外されます。SCP-942-JP が軍艦旗を掲げた場合には即刻撃沈し、その上で再度 SCP-942-JP を捜索し発見し次第包囲してください。カバーストーリーは、軍事演習、映画の撮影、などが状況に応じて適用されます。説明。SCP-942-JP は、第二次世界大戦時のイギリス軍の駆逐艦、キャンベルタウン、HMS カムプベルタウン、に酷似した船舶です。外見は1942年の3、ナゼール強襲作戦時のそれに酷似しています。SCP-942-JP は喪失しました。インシデント記録 942-ERK を参照のこと。不活性化時の SCP-942-JP は旗を掲げず漂流しています。不活性化時の SCP-942-JP は自発的な航行は一切しません。そのため監視に当たる財団艦船は衝突しないよう注意を払う規則になっています。第二次世界大戦当時の連合国及びその後継国家の所有する船舶内視基地が、SCP-942-JP を中心とした半径 12km の範囲に入ると SCP-942-JP は活性化します。活性化した SCP-942-JP は軍艦機3を掲げ、その艦船及び基地に最大19ノットの速度で突進します。対象に激突してから1時間後、SCP-942-JP の主に前方部分が爆発します。この爆発はトリニトロトルエン爆薬換算で、編集済み、T ほどであると見積もられています。この爆発はどのようなメカニズムで発生するかは不明です。以前は SCP-942-JP と何らかの関係があると考えられた3、ナゼール強襲作戦時のイギリス海軍の駆逐艦、キャンベルタウン、と同様。SCP-942-JP 内部に爆弾あるいはそれに類する存在があると考えられましたが、現在では否定されています。詳細は強行突入、調査作戦、チャリオット作戦、記録を参照してください。爆発した後、SCP-942-JP の残骸は2時間後に消失します。消失後、別の地点に爆発前の状態で SCP-942-JP は再出現します。爆発で損傷した部位は完全に修復されていますが、もともと取り付けられていなかったもの、GPS 装置など、は修復されないようです。再出現する範囲は詳細は不明ですが、現時点ではインド洋、大西洋、太平洋の、編集済み、周辺などが確認されています。砲撃等で撃沈した場合も同様の過程で修復、再出現します。なお、第二次世界大戦当時の連合国及びその後継国家の国籍でない艦船、人員には無反応であり、活性化誘発範囲内にドイツ海軍のフリゲート艦、編集済み、が侵入した際には不活性状態のままでした。参考記録強行突入、調査作戦、チャリオット作戦。目的 SCP-942-JP 艦内の調査。副次目標 SCP-942-JP 内部の爆弾等の解除、撤去及び乗組員の拘束。外洋輸送ヘリを用い、内部に機動部隊系、21、コマンドス、を突入させ、SCP-942-JP 内部を調査する。
可能であれば SCP-942-JP 内部に存在すると考えられる爆破装置の解除や撤去、あるいは破壊によって動作不能にすること、乗組員の拘束も行う。経過1900年月日スクプスツクバから大型輸送ヘリにより機動部隊K-21 を SCP-942-JP 内部へ送り込み、侵入させる。この時 SCP-942-JP は不活性のままであり、突入に対する抵抗や反応は一切なかった。機動部隊K-21は A 班と B 班に分かれ、それぞれブリッジと A 駆逐艦、キャンベルタウンにおいて爆薬が設置されていた部分へ向かった。移動途中の艦内においては時空間異常は見受けられず、異常な存在も発見されなかった。作戦開始から12分後、A 班はブリッジに到着したが、乗組員等は一切おらず、無人であった。ブリッジの壁に、軍事員数と軍用塗料で描かれていた以外には特筆すべきことはなかった。作戦開始から23分後に B 班も目標地点に到達するも、爆薬や爆破装置は存在せず、もぬけの殻であった。その後4班とも艦内を捜索するも、特に何も発見できなかった。これ以上の調査は無意味として作戦開始から1時間36分後司令部は機動部隊K-21の撤収を命令。機動部隊K-21はブリッジ及び爆弾設置箇所に監視システムや GPS 装置等を設置し、輸送ヘリで SCP-942-JP を脱出した。撤収までの間にも攻撃等はなく、SCP-942-JP 自体も不活性化したままであった。保育機動部隊K-21が SCP-942-JP 艦内に設置した監視システムはその後も無人の艦内を映し出すだけであり、特異な現象、実態等を映し出すことはなかった。その後監視システムはインシデント記録 942-RUS で SCP-942-JP が活性化し、当時監視に当たっていた SCP-SUBEC により SCP-942-JP が撃沈された時に GPS 装置等と共に破壊された。なお、SCP-942-JP が活性化した際にも監視システムは不活性化時と同じく無人の艦内を映し出すだけであった。また、インシデント記録 942-RUS における SCP-942-JP の撃沈後、SCP-942-JP は、編集済み、で再発見されたものの、監視システム等は修復されなかったらしく映像は送られてきていない。インシデント記録 942-ACP-19、降天及び連絡ミスのため、アメリカ軍の駆逐艦、編集済み、が SCP-942-JP の活性化誘発範囲に侵入する事例が発生しました。この時 SCP-942-JP は活性化し、当該駆逐艦に向かって航行を開始しました。当時監視に当たっていた SCP-S コルエッツの迅速な行動により SCP-942-JP による被害はありませんでした。4この事例を受け、活性化誘発範囲への侵入を禁じる範囲がイギリス海軍及び政府の保有する艦船内敷地から第二次世界大戦当時の連合国及びその後継国家の保有する艦、船や施設に広げられました。インシデント記録 942-AES-19、降天のためイギリス海軍のフリゲート艦、編集済み、が SCP-942-JP の活性化誘発範囲に侵入する事例が発生しました。SCP-942-JP が活性化し当該フリゲート艦に向かって航行を開始した2分19秒後、SCP-942-JP から 7.2km の地点に突如半途級駆逐艦後に酷似した所属不明艦、以下、US-6-942-1 が出現しました。US-942-1 は出現から SCP-942-JP が撃沈されるまで、同一の通信文を発信し続けました。財団側は SCP-942-JP の撃沈後、US-942-1 を追跡しましたが、最終的には当時接近していた強力な低気圧に逃げ込まれ追跡を断念しました。インシデント記録 942-AES における US-942-1 からの通信内容。いい加減、見、したまえ。
インシデント記録942、ORA19、好転や操舵ミス等により、ロシア海軍のフリゲート艦、編集済み、が SCP-942、JP の活性化誘発範囲に侵入する事例が発生しました。SCP-942、JP が活性化し当該フリゲート艦に向かって航行を開始した1分49秒のち、SCP-942、JP から 3.9km 離れた地点に第二次世界大戦当時イギリス海軍に配備されていた高速魚雷艇に酷似した船舶、以下 US-942、に、及び同時期の機動法廷に酷似した船、博、以下 US-942、3、が出現しました。US-942、には出現から SCP-942、JP が撃沈されるまで、同一の通信文を発信し続けました。財団側は SCP-942、JP の撃沈後、US-942 に及び3を追跡しました。この時財団側は停戦命令を発し、これを US-942 に及び3が無視したためこれらを砲撃しましたが、US-942-3 により全て迎撃されました。最終的に US-942 に及び3は財団側の追跡を振り切り逃亡しました。インシデント記録942、ORA における US-942 にからの通信内容。いい加減、に、したまえ、我らとて、これ以上、たまえぬ。もしかして、彼女は自分を巨大な爆弾に仕立てたイギリス軍を、連合軍を恨んでいるのか、そして復讐を目論んでいるのか、SCPS 主体エルマルク艦長。インシデント記録942、ERK 1900年、月、日、イギリス海軍所属の駆逐艦、編集済み、が連絡ミスや天候不順等の影響で、SCP-942、JP の活性化誘発範囲に侵入する事例が発生しました。SCP-942、JP は活性化し、編集済み、に向かって航行を開始しましたが、その1分24秒のち、突如 SCP-942、JP から 4km の海域にビスマルク級戦艦に酷似した所属不明艦、以下、US-942、4、が出現しました。US-942、4はおよそ、ノットで SCP-942、JP に接近し、SCP-942、JP から約 2km ほどの距離まで近づいた後 SCP-942、JP に砲撃し、SCP-942、JP を撃沈しました。当時 SCP-942、JP を包囲、監視していた SCPS 主体エルマルク及びスクプスつくば、スクプスランツベルクは US-942、4に対し砲撃しましたが、すべて US-942、4に搭載されていた添え砲塔により迎撃されました。SCP-942、JP 撃沈後、US-942、4は、ノットで逃亡、折しも発生していたスコールに逃げ込み消息を絶ちました。この事件以降、SCP-942、JP は再出現していません。ホイイチ。インシデント記録942、ERK の2日のち、SCP-942、JP 撃沈現場付近の海域で US-942、4の捜索に当たっていた主体エルマルクにより、以下の文章が書かれた耐水紙と花束の残骸が発見されました。RIPHMS Campbelltown Fleet Commands。ホイニインシデント記録942、ERK より15年が経過してもなお SCP-942、JP の再出現は確認されなかったため、2000年、月、日をもって SCP-942、JP はニュートラライズドに認定されました。